どうもボンジョルノ。ボンジョルノ。今日はどこでしょうか。本日はね、六本木ミッドタウンのお店に来ております。はい、ここはね、ビームスハウス六本木店があってね、あのメンズのドレスと、レディースのやっぱりドレス、そのお店になっております。そしてね、あの前回から加わったムッドネオファミリーの新メンバーシオもちゃんとね本日も来ております。ボンジョルノ。ボンジョルノ。そしてね、新宿店のねアイドル、はい、伊藤ちゃんです。よろしくお願いします。伊藤ちゃん今日何食べた？今日はね母親が作ったね野菜ジュースをねがっつり食べてフレッシュも。好きな本は？好きな本は読書しないですね。遊びに行くならどこ行く？新宿界隈でまあ仲間とフラフラしてますよ。さすがね、あのアイドルなんでね、何を聞いてものらりくらりということでね、はい、早速じゃあ六本木ミッドタウン、あの六本木ですミッドタウンで行ってみましょうか。行きましょうか。さあ、レッツゴー。レッツゴー。はい、それじゃあね、ここがビームスハウス、六本木店になっておりますね。で早速ね、今日どんなメンバーがねいるのか見に行ってみましょうかね。はい、はい、それじゃあ行きましょう。行きましょう。198。なんだあれ。開店前ですからね、今まだ。何やってんすか。何やってんの。え、どうしたんすか。何してんすか。ビームスハウス六本木ならではの朝練なんですか。朝練。今日どうしたんすか。みんな胸板が熱いな。今日はあれですよ、はい、ドンムットーネのあのいやーコーディネート勝負。あ、まさかあの辛口のですか。ものすごい辛口ですよ。ものすごい辛口。いやー、どうしよう、大丈夫。あ、大丈夫ですよ。毎日知っているの、筋トレしてるもんね。あ、そうですよね。オッケー、じゃあ順序大丈夫か。問題ないですよ。じゃあちょっとこんな変な不思議なお店見といて。不思議どういうこれ。やばいお店ですね。やばいよね。やばいですね。本当にもう、じゃあ早速ね、あのじゃあ今日はあの対決でね、はい、伊藤ちゃんもちょっと考えてくれた。ああ、考えましたよ。はい、昨日完成しまして。じゃあやりましょうか早速。いや、すみません、あのビームスハウス六本木店の小松と申します。よろしくお願いします。ショーツにパプリシャツで、ちょっとまあ、あの組み合わせ少し寂しいのでニットをですね肩掛けしてコーディネートしました。マリア・サンタンジェロ、ね、タンジェロね、もうリネンシャツ、シャツとにショーツ、ジャブスのシアサッカーのストライプショーツ、はい、はい、とパラブーツ、はい、ちょっと軽快な感じでという感じですね、はい、大人が着る真夏のコーディネート。なんかすごいこうマリンテイストでこうまとまってるんだけど、なんか靴だけキャンプっぽくないですか。あ、厳しいの、厳しい、厳しい、厳しいの期待。なんかデッキシューズというよりはなんかキャンプの香りがするんだけど。でもそんなことないです。これはこれでいいんじゃないか。これはこれでできてますね。できてる。でもなんかネイビーとかの方がいいんじゃないですか。あ、ネイビーですね。あ、なるほど、なるほど。私この色がいいです。あら、まあこの色はね、この色でね全然いいと思いますね。いや、いいと思いますよ。なかなかね、はい、伊藤ちゃんもなんかコメントお願いします。はい、まあ僕もやっぱりね、このワントーンでいくと、なんかネイビーを差し込むとなんか爽やかなね、あの感じになるっていうんですけど、僕はね、でもね、このニット肩掛け、はい、これはね、ちょっとライバルといえね、はい、なんかすごい技を出してきたなっていうふうに思いましたけどね。はい、まあ、ちょっとただ、まあ、やはりね、ちょっとこうワントーンでね、さらっと足元行きたかったですからね。あ、なるほど、ネイビーとかで、ネイビーでこうさらっとね、これであの海を歩いて、湘南の海とかを歩く、こうちょい丸の男性みたいないう感じのコーディネートをちょっと組んでみましたね。そういう景色が見えてきます。どうぞ。静かになっちゃって。湘南の海を歩く悪な男性っているそんな人。まあそうだね。あ、じゃあ主婦どうこのコーディネートは。います。います、ね。いますよね。そういますよ、はい。いますよ。なんか珊瑚礁とかでカレー食べてる感じ。あ、珊瑚礁。いやでもすごくね、そのイメージわかりますよ。なんとなく。そうですね。はい、まあそしたらなんかもうちょっとこう開けたりしてもね、いいかもしれない、ね。あ、そうですね。もですね、はい。はい。なるほど。こんな感じでね。はい。
はい、そうですね、まあ、80点ってところでしょうかね。ありがとうございます。得点ですね、うん、ありがとうございます。ということでね、じゃあ川口君ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、それじゃあね、これ伊藤ちゃんのコーディネートはね、はい、私はね、もうちょっと気になってるジャケットがあって、このブリーダーオリジナルのフェルラーの生地のね、うん、なんか古書感を回せるおしゃれなねミックスファブリック、うん、このジャケットをなんとかさらっとねコーディネートしたい、余計なものは全部さっぴいてですね、着てみましたよ。引き算のね、引き算の、はい、で私はねこの襟の立ち方、一番ね今気に入っているこれですね、ラボラトリオのナポレターン、こちらのシャツ、これはね非常にその襟の立ちがいいので、もう思い切ってこう2つぐらいボタン開けちゃいましたけど、でこれ襟を出してるのね、わざとね、わざと出してます。はい、はい、でなんともないですとね、やっぱコットンパンツやデニムでもよかったんですけど、うん、ちょっとね大人の今回は珍しく意識して、この五十嵐トラウザースのね、このこちらフレスコ素材、はい、こちらを持ってきました。うんうん、そしてそのまま続けちゃいますね。それで足元はね、私だっていつもクロケットチョイスするとこなんですが、ちょっとねフランスの匂い漂わせちゃったんですよ。あんまり漂ってない。あ、本当ですか。エスプリンが効いた感じにしようと思ったんです。あんまりあれですかね。だから僕はねこの靴のちょっとねこう外し感がなんか洗練されていいかなと思ったんですけどね、やっぱりドンには、はい、通用しなかったですかね。さっきの川口君は湘南を歩くちょい悪親父みたいな感じをイメージしてたって言ってたけど、伊藤ちゃんはこれはどういうシチュエーションでどういう人が来てる感じなの？私はですね、湘南を歩く金持ちです。湘南をそれをビーチサイドでこう素足でこう歩くみたいなね、ちょっとドライブでこうね、メルセデスベンツバーンとつけて散歩するかみたいな感じで、こんな格好で砂浜を素足で歩いてるの。砂浜を、この素足なんで靴は持ってます。手で持ってで素足で彼女と歩いて、そういうお金持ちのイメージですね。はい。しかもそんなお金持ちいる？今聞こえちゃって、いませんよって言って、なんか彼女と一緒にその砂浜を素足で靴持って歩いてる。はい、まあ僕はね、なんかそういうのがちょっと人間はちょっと普段と違う動きになっちまう。ちょっとこう波打ち際とか行っちゃって、そう。で水とか濡れちゃって、まあパンツに出ちゃって、まあ、いや、やんちゃだからね。ちょっと彼女にこう、水かけたりして。そうそう。やめてとか言って。そうそう。それ昭和40年代じゃないですか、それ。そうです。まあ、そうなっちゃうんですよね。それ石原裕次郎とかの世界じゃないの、それ。なんかね、でもそういう、ちょっと私もそのビーチサイドっていうイメージがありますね。はい、この雰囲気でしたね。わかりました。はい。ため息ついた。ため息ついた。50点。あ、50点。80点、50点。なんかこのね、この初夏の感じがあんま出てないね。さっきのね、川口くんと比べるとね。まあいいけどね。ってことでね。はい。落ちて。まあ60点でいきましょうか。何も話してない。いや、これ、ウール素材、砂浜でウール、いいのかな。はい、砂が入っちゃうから。なんかちょっと、なんか素材と。弁護してくれる間違いなかったです。どこに砂が、ダブルのところに砂が入っちゃうの。そういう、なんか入っちゃうかもしれないし。まあ、多分最近誰も、裸足でビーチサイズこう歩いてるんですよ。あれなんかガラスとかが刺さっちゃうかもしれないじゃん。湘南だったら。湘南の台本通りになってないじゃないですか、これ。という感じでね、はい、ね、60点となりましたね。はい。ありがとうございます。あとは、パクさんも。パクさんも。はい。じゃあ、お願いします。はい。はい、ではパクさんの、ね、コーディネート。じゃあ、足を聞いてあげてください。はい。パクさん、こんにちは。あ、こんにちは。今何年目ですか？何年目じゃなくて、本日中ちょうど1ヶ月目になりました。1ヶ月目になりました。入ったら新入社員だもんね。新入社員で、はい、ふやふや、はい、
じゃあ今日のテーマ教えてください。あ、今日のテーマはなんかサマービジネスモノトーンコーディネーションです、うん、はい、サマービジネスモノトーンコーディネート、はい、はい、すごい。じゃあ、 あのこのシチュエーション的にはじゃあ、 あのビジネス街にいる、はい、ビジネスマンで少しカジュアル、少しカジュアルでね、はい、はい、まあ、モノトーンコーディネートになってるよね。あ、はい、全般的にモノトーンですけど、はい、まあ、商品別々で総菜館が今春夏でよく使う総菜館ですよね。リネンシャツとかコットンとかリネンが混ぜているジャケットの生地とかプレスコの生地が使ったのペンツで、まあ、シンプルですけど商品でいろいろ春夏用生地感を感じられることですので、結構サンマー春夏とか夏でもよく切りやすいかなと思います、うん、はい、まあ、確かにこう置いてあるのをねこう見るだけだとなんか少しやっぱモノトーンなんでこう地味に見えるんだけど、はい、多分これ着てる人がいたら多分おしゃれなんだろうな。例えば丸の内の、ね、中通りの方こんなかっこいい格好してる人いないもんね、うん、あ、すいません、そういうことじゃなくてそういうことじゃなくてなかなかこういうジャケットスタイルやっぱりこうビジネスマンなんでね、みんなあの丸の内の人みんなネイビースーツとかグレースーツの方が多いんですけど、まあ、こういうねジャケットスタイルなんかでね、そういうビジネス街の方にいたらおしゃれで、まあ、確かにコットンとか入ったりリネンだったりっていうのでこう初夏を感じされるっていうところでね、あのいいんじゃないでしょうかね。まあ、あのじゃあ、伊藤ちゃん60点だから70点。あ、ありがとうございます。80点。80点ですね。ありがとうございます。よかったですね。まあ、今日もね、あのこういう3人の方にね、いろいろ初夏のコーディネートをしてもらいましたけれども、師匠いかがですか ?3 人のコーディネートを見て。ああ、師匠さんの点数ね。そう。これ なんで70点だったんですか。あ、伊藤ちゃんを負けさせたいと思った自分のチームじゃないですか自分のチームはい、はい、そんな感じでね、今日もあの六本木ミッドタウン店でね、いろいろお二人あと伊藤ちゃんとお三方にねコーディネートの対決してもらいましたけども、じゃ あの川口さんがちょっと一言ご一緒になっている方に。はい、いつもはあの朝トレしてません。嘘ついてました。すみませんでした。知ってます。はい、まあ、こういう感じで、なんですかね、いいスタッフ、素晴らしいスタッフがたくさんいる、ビームスハウス六本木でございます。商品もいいものばかり揃えておりますので、皆様ぜひ足を運んでくださいませ。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあパクさんも一つ。ナンパクさん、はい。はい、一言。いろいろ緊張してたんですけど、先輩たちといろいろ応援してくださって、今日も明るい元気に出していろいろ楽しい撮影でした。まあ、皆さん、まあ、これ見てご来店してください。いつもお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。じゃあ、本日もご視聴いただきありがとうございました。トンムットーネのベッロでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。